電子レンジで加熱することで、トウモロコシの芯からでもタールを作り出すことができる。このプロセスは熱分解として知られている。寒流液、タールは有機物質の熱分解によって得られる、粘り気のある黒から褐色の油状の液体である。大部分のタールは石炭からコークスを生産する際の副産物として産出されるが、石油。 データンまたは木材その他の植物から作り出すこともできる。英語とフランス語ではタールは主に石炭に由来する物質のことである。タールは以前はガス製造所の製品のうちの一つであった。石炭または石油から作られるタールはその便ンゼがン含有量の高さから有毒で発ガン性があるとされているが低濃縮のコールタールが外用薬として使われる。 ことがある。石炭と石油のタールは刺激臭を持つ。北ヨーロッパでは、タールは主に樹木に由来する物質のことであり、木炭を作るために木材を加熱することによって、得られる抽出物のうち水蒸気が冷えて、水状となった上積み部分を除いた油状の部分で、これを石炭由来のものと区別するためにキタールという。松材のキタールを生成すると、テレビン油が得られる。 フィンランドでは、カバの木の樹皮を用いて、トコッティと呼ばれる水分を含まない純粋な、キタールが作られる。が得られる。キタールは独特の香りを持ち、殺菌作用がある。生成してキクレオソートを得られるほか、北欧では、キャンディや、その他の食品の調味料の添加物としても使われる。板吹き屋根のレータールは、最初の舗装道路であった、タールマックに、不可欠な材料であった。 また、屋根を拭く際に、屋根板の隙間の目張りとして、船やボートの外装を密封するためにも使われた。数千年もの間、木タールは、船の穂と船体の防水に使われたが、今日では、穂は、最初から防水性の合成材料で作られるため、タールは必要とされなくなった。しかしながら、木タールは、古典的な木製ボートと、 歴史的な板吹き屋根の境界の屋根板を目張りするのに今も用いられ、同様にログハウスの外壁の塗装にも用いられている。タールとアマニ油アニスを混ぜ合わせることでタールペンキを作ることができる。タールペンキは透き通った褐色がかった色をしており、木に染み込ませて丈夫にし木材を風雨から保護するのに用いる。タールペンキは様々な顔料で色をつけることもできるが、 透き通るような色を生じて、キメを保つのが特徴である。ペンキのような特性があるため、乾いていないタールに直接皮膚が触れないように注意しなければならない。ペンキ用シンナーで汚れを落とすことは可能ではあるが、乾いてしまったタールペンキの汚れは厄介である。タールは感染皮膚病の治療にも使われ、かつてはコールタールが最も効果的であるとされたが、現在は、 抗線治療や内服など多くの治療法が開発されつつあることと発言性の問題もあり成分をより安全なものへ調整して利用されておりまた分野によってはさらに安全なキタールへの移行も行われているまたタールは一般的な殺菌剤でもあり石油タールが紀元前1000年頃の古代エジプトのミイラ製作でも使われたなおコールタールは 国連危険物リストの1999番に登録されている。フィンランドではかつて、キタールは体の真ん中を真っ二つに切られた傷でさえ癒すと言われる万能薬と考えられていた。フィンランドのことわざでは、サウナでもウォッカでもタールでも治らないならば、その病気は手の施しようのない致命的な病気だとしている。 フィンランドの伝統的な薬としてキタールが使用されているのはその殺菌作用を持つ特性のためである。木タールを水で薄めてタールウォーターとしても利用でき多くの用途がある。次にその例を示す。ありがとうございます。